ここの釣り場はこんなとこ今回紹介するのは神戸市立須磨海釣り公園だよ。神戸市役所から10キロくらいで、しかも最寄り駅から徒歩数分という高地条件車だと阪神高速若宮インターチェンジから約5分。 第二神明道路、スマーインターチェンジからだと約7分だよ。あ、メバルの胸駐車場は山側にあります。海や釣り桟橋が見えるから、で、海側ばかりに気を取られてると通り過ぎちゃうから、要注意ね。撮影したのは2007年の12月。 黒っぽいものがいっぱい漂ってますが、近くで収穫してる海苔の破片だそうです。この時期のチヌのお腹はこの海苔がいっぱい詰まってるんだってさ。チヌって何でも食べるんだね。さてさて何がいるかな。さっきはメバルが群れてたね。他には、 カワハギがカメラの前に遊びに来ました。海底に巻いたオキアミを食べに来たようです。動きが鈍いのは寒いからかな。答えは冬でも元気元気。相変わらず鋭い動きです。おっと。 遠くには小舞台がいます。でも、こっちには来ないようですね。わいわい。さて、少し浅いところへ移動しましょう。こっちにも小舞台がいました。これは網目はぎ。かさごも発見。かしらとも言うね。 また小舞台がいた。いっぱいいるんだね。さあ、鳥を飾るのは死ぬかなそれとも体かなということで、料金とかのご案内。4時間で大人1200円、承人700円。駐車料金はペット必要です。休園日は火曜日。 オープン時間は季節によって色々です。なお、この動画の情報は古くなってるかもしれないので、最新情報や情報は公式 URL とかで確認してね。では、皆様、この辺で、釣れるといいね。